はい、皆さんこんにちは。いつもエンパスなチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。エンパスのゆうすけです。今回はスターピープル、スターシードの特徴まとめということで、サクッと見られるという感じでお届けしていく動画になっております。もう今回4段目なんですけど、タイトルとしては転生してきたスターシード、スターピープルのパワーはということでお伝えしていきたいと思います。まあ、サクッと見てほしいからってちょっと早口になっているんですけど、4回目の動画なので、まあちょっと慣れた感じでお伝えしていきたいと思います。で、今回また8つのですね、星人をピックアップしておりまして、どの星人なのかピックアップをお伝えしていきたいと思います。シリウス星人、アンドロメダ星人、アルクトゥールス星人、プレアデス星人、リラ星人、ベガ星人、オリオン星人、アルデバラン星人の8つとなっております。で、今回質問した内容は、転生してきたスターシード、スターピープルのパワーはということになります。で、では早速もう読んでお伝えしていきたいと思います。転生してきたスターシード、スターピープルのパワーは、シリウス星人、白黒の判断が分かりやすい。アンドロメダ星人、多くのもの人が寄ってくる。アルクトゥールス星人、知識に加え独特なセンス。プレアデス星人、他人への感情コントロール。リラ星人、純粋さ、繊細さ。ベガ星人、人懐っこさと内に秘めた強い力。オリオン星人、分かりやすい説得力。アルデバラン星人、自然と人間を引きつけてしまう魅力となっております。で、ということで、もうサクッと見られる動画シリーズということで、まとめてお伝えして、駆け足の感じでお伝えしていただきました。まあ、ちょっと他のね、この内容を詳しく見たいという方は、動画とか概要欄にもありますし、他の動画で探していただければすごく、また深く見れるんじゃないかななんて思っております。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今回は、サクッとシリーズで転生してきたスターシード、スターピープルのパワーはということでお伝えさせていただきました。この動画がいいねと思ってくださった方、いいねボタン、あとはチャンネル登録も引き続きよろしくお願いいたします。では、エンパスのチャンネル、エンパスのゆうすけでした。またねー。